では自由民権運動の2回目に入りましょう前回板垣退助らがですね民選議員設立の憲白書を政府に提出して自由民権運動が始まったところからやりましたが当時はですね士族反乱が続発いたしまして士族層たちの関心はどちらかというとそちらの方に集中していたわけですしたがってその頃の民権運動っていうのは まあ正直言って一部の人間がですね、まあ、頑張ってやっていたという程度のものだったんですね、えー、ところがこの前も説明しました通り、えー、種族反乱はです、ね、年、えー、西南戦争の敗北をもって収束いたします、えー、そうしますと「士、えー、族反乱の敗北」を受けて、はい、多くの士族層たちが この民権運動へと参加をし始めるわけですねもう一つはその頃地租改正反対一揆と呼ばれる農民たちの政府への抵抗運動も盛り上がっていました政府はですねこの農民一揆が私族反乱に合流するのを恐れて農民たちの要求でありますこの地租これをですね軽減する という形で、えー、農民一揆これを抑えようとしたわけですね、えー、地層は最初3%というふうに定められていましたがこの時2.5%に軽減されます、えー、豪農をはじめ農民層たちはこれに大きな自信を持つわけですねそして彼らもやっぱり言論によって政府を動かすことができるんだということも認識して えー、豪農僧らを中心にしてこの民権運動へこの後参加をしていくようになります、ね、これを受けて、えー、民権運動は徐々に拡大しそして大きな高まりをこの後見せるようになります、ねえー、このいわゆるうこの時期の民権運動を俗に「豪農民権」とも呼びますええー 1880年代の初めにかけてということですね、えー、今日はその豪農民権の時期の民権運動の流れを説明しましょうはいそれではこの豪農たちの動きこれは非常に重要になってきましたので1877年い立死者潜白というのが行われます、えー、これはですね国会開設それから地租軽減 とといったもものを政府に要求しようとするものなんでえね。ここで着目できるのは今まで民選議員設立の憲白書以降国会開設を要求していた民権運動に初めて基礎軽減という豪農らをはじめとする農民たちの意見がこの憲白書に盛り込まれたということであります。 ね、さあこの運動の中心は、えー、立志社創設の一人であります片岡健吉らを中心に天皇へ直、まあ、訴しようというような動きを示しましたが当然これは政府によって拒否されます、えー、さらに民権派はですね翌1878年に愛国者の最高大会を開催することになります えー、愛国者はですね、1875年に、えー、大阪での最初の大会を開こうとしましたが、その直後、えー、大阪会議で大久保と会見した板垣は、えー、政府に復帰してしまいましたね、まあ、おかげで愛国者はですね、まあ、まさに開店休業という状況に追い込まれました、ねはい、でここで、えー、最高大会を開くことによって、再び、えー、民権派の再結集を を始めたわけでありますそしてその運動の中に、えー、地主層すなわち豪農層ですねそれから都市で言いますと商工業者、えー、こういった人たちもですね加わってくるようになりました、えー、これを受けまして1880年しっかり年号を覚えててくださいキレがいいですからね、えー、この愛国者を中心としまして国会規制同盟というのが結成されますね はい、この愛国者を中心とし、片岡健吉、あるいは福島県の河野弘中、こういった人たちが中心となって、いわゆる政府に対して、国会開設の請願運動、まあ、請願運動っていうのは、えー、国会を開いてくださいね、早く開いてくださいねっていう署名運動でありますね、うん、これを展開していくことになります。ね さあこういった民権運動の盛り上がりに対して政府は強い危機感を持つようになりますさあ政府はこのあとこの時どのような対応をしたでしょうかまず一つ目1878年、えー、政府はですね三新法これを制定いたします、えー、三新法というのは地方行政に関わる三つのいわゆる法律を指します一つ目が 軍区町村編成法で2つ目が府県会規則まあこの2つが特に民権運動を抑えるのに、えー、有効だと考えられていますあともう1つは地方税規則というのがありましてこの3つを合わせて三審法と言います、えー、特に軍区町村編成法は、えー、江戸時代以来のいわゆる村このあり方を 明治維新の時に、まあ、全部切り捨てまして新しいいわゆるうこれはですね地方のいわゆる農民たちにとって不評特に農村に大きな力を持っている豪農たちはそれまでのいわゆる村のいわゆる範囲を、えー、否定されまして。 い,いろいろな政府のやりやすいようにいわゆる新しい行政区画を設けられたので、ねえー、自分たちの地域におけるいわゆる、えー、権利あるいは権限こういったようなものが抑えられてしまったんですね,ねですから、えー、農民たち特に豪農たちの地域における力を利用しようということで政府はまた再びこう旧尊落のあり方を 尊重ししたた行政区画の編成に戻したわけであります、ねはい、もう一つは、府県会規則要するにですね、府・県レベルでは議会を認めましょうと、えー、もちろん、実を言いますと、この頃までに、えー、議会を持っていた府や県もありますし、ない県もあったんですね、それはですね、えー、府知事・県令の考え方で決まるんだそうです。これを いわゆる一律に制度化してえそして議員の選出それから選挙権のあり方こういったようなものを決めましたえ当然、えー、各地域において有力者である豪農たちあるいは都市であれば商工業者たちが当然この府や県の議員さんになる可能性は高いですよねだからそういった立場を連中に与えて そして運動から手を引かせようとこう考えたわけでありますで三進法の最後が地方税規則となります、えー、当時さまざまな項目に分かれていて雑多であった地方関連の税をですね、まあ、統一したというふうなふうに覚えておいてくださいさてこういう形で、えー、民権運動に参加する豪農たちを少しずつ懐柔していった 政府でありますがもちろん弾圧法棄も作っておりますこの時期作ったのは1880年まさに国会規制同盟がですね連日のように請願運動を繰り広げているこれに対応するために集会条例というのを制定いたしますこれは結社さまざまな組織を作るあるいはそこで言論活動を行う こういういものをです、ね、厳しく統制制限していく法令でありますところが、えー、こうしながらも当時政府内務では深刻な対立を抱えておりました、えー、国会開設を要求する民権運動の高まりに対して、えー、大隈重信はこれに好意的でできるだけ早く国会は作った方がいいよと いいうふうふに主張していたんですよねところがこれに対して伊藤博文を中心に例えば井上るあるいは岩倉朋美といったような、まあ、いわゆる薩長反発勢力は、まあ、そんなに慌てないで、えー、反発勢力が国会を作る前にしっかりとした政治体制を整えてから、まあ作ってもいいんじゃないのと。 いうような意見で対立をしていたわけでありますさあそんな折1881年開拓使勧誘物払い下げ事件というのが起きます、えー、増収割事件ですね、えー、開拓使というのはこれは北海道を開発するために置かれた、えー、役所であります まだ当時は「北海道」というですねしたね、えー。この開拓史がなくなりましてこのあと、えー、北海道には「北海道庁」というですね、えー、ものが認められて府県に合わせて「道」というのが置かれることになりますがこの時開拓史の長官をしていたのが薩摩藩出身の黒田清隆。 第2代の内閣総理大臣ですね彼がですね同郷すなわち同じ薩摩出身の五代友厚に対して開拓士がそれまで保有していたさまざまな施設こういうものを安く払い下げますということで決まっていたわけですね当時明治政府は財政難でしたので この70年代の終わりから80年頃にかけて政府が持っているさまざまな企業とかあるいはさまざまな施設こういうものを民間に売っ払っちゃいましょうとそういう動きがあったわけですでこれは政府内部で決定していたんですがこの年郵便放置新聞という新聞がこの内容をすっぱ抜いたんですね これで民権派をはじめとした世論がふざけんじゃねえよというふうな批判を政府に浴びせたわけであります。俺たちのいわゆる税金で作ったいわゆる勧誘物、ね、今で言うんだったら国の持っている土地とかあるいはあ施設ですねこういうものをなんで安くですね、しかも自分のです、ねえー、仲間に売っ払うんだということなんだよね。うん、はい。 この世論の批判を受けましてこの払い下げは中止に追い込まれてしまいましたが問題だったのはその内容をすっぱ抜いた郵便放置新聞というのは実は大隈の息のかかった人物がこの新聞の設立を支援していたといういわゆる裏の事情があるんですね。これに伊藤や井上、岩熊らは、もしかしかて、 このいわゆる密告をしたのは大隈じゃないのっていうような疑念がまあ大隈に向けられることになったわけでありますさて大隈にですね疑惑の念を向けた伊藤らはちょうどこの頃、天皇は東北行幸というのを行っていまして大隈は参議としてそれに随伴しておりましたまあ一緒に行ってたわけね。 うん、でそのいわゆる大隈が東京を留守にしている、うん、その時期を狙って伊藤らは反大隈の勢力を固めてそして大隈が天皇と一緒に東北から帰ってくるところを狙って、はい、大隈を辞めさせてしまったんですね。 これを俗に明治14年の政変と言いますえー、明治年号と西暦を換算するときにこの1881年明治14年の政変と覚えておきますとまあこれをいわゆる換算の基準にして、えー、そして計算するっていうのも一つ手だと思いますさて、えー、大隈を罷免はしましたけれども 民権運動のです、ね、国会開設要求は高まるばかりですから、えー、伊藤らはついに天皇を動かして、同年、国会開設の直輸というのを出します、えー、これはあ今から10年後、まあ、あの計算しますと、明治23年になります、でこれ、西暦は1890年です、この時に必ず国会を開きますよと。 いうふうに民権派に対して発表するわけですね。まあ実際に行動しますね。一年のズレもありませんでしたね。はい。したがってこの国会開設に向かって伊藤も反発勢力を温存した形でのいわゆる新しい立憲体制の確立へ向かって彼らもですね、えー、動き始めるわけですね。じゃあ民権派はこの 国会解説の直輸を受けてどう動いたかっていいますと、えー、一番はやっぱり政党の結成に走ります、えー、同年まず自由党が結成されます、えー、立志者あるいは愛国者こういったようなものを基盤にして板垣大助を総裁とする政党が作られます、ねえー、この政党の主張の特徴はまず国会の在り方は一員制 議会を一種類しか置か置ないわけですそうするとそこで可決されたものがすぐさま法律になりますよね非常に政策の遂行能力は速くなります、えー、しかしですね、えー、当然のことながらあ,ある特定のですね、えー、政策に偏る危険性も実際にはありますので、えー、フランス流の求心主義と呼ばれておりますまた 在民まあ今の言葉で言うと国民主権だよね、うん、これを唱えるようになりますまあ今までの流れから言いましてこの自由党はですねこの豪農村農民農村を支持とする勢力と言えると思いますで翌年、えー、1882年政府を辞めさせられた大隈重信を中心に立憲改進党が結成されますね はい、この政党は逆に穏健的なあ政党と呼んでいいでしょう、えー、目標とするのはイギリスの立憲制、まあ、議会制民主主義ですね従いまして任意制を主張いたしますまた天皇の存在を認めて天皇主権を認めることで訓民同地という考え方を出します,要するに天皇とそして議会で いわゆる国民とが一緒になって日本を治めましょうということです、まあ、そういった意味で言うと主権のあり方についてはちょっと曖昧な部分はありますでこの政党はどちらかと言いますと都市の商工業者まあ,あの商業資本家ですねこういう人たちに人気がありました、ね、さてこのように政党の結成までこぎつけた民権派でありますけれども、えー、このあと 松方財政によりますデフレ不況によって、民権運動はですね大混乱に陥りますそれは次回となります。